はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。まもなくヌーンでございまして、7月は25日の木曜だそうでございまして、もう7月の4日からですね、4日は事務所に出たん、4日は事務所に出たんですね。5日からずっとですね、もう20日間家にこもってます。まあ何回か出かけましたけど、この10日ぐらいは出かけてませんね。さて朝ね、11時起きたら11時、冷房かけてるとね、よく寝られるんですよね。9時過ぎに起きなあかんなと思っていてですね、そのままふーっとなって、ふっと気がついたら11時、あ、こまどうせ、起きてきましてですね、スマホで、ですね、ニュースを見たら、なんとですね、日経平均が一時1100円下がったと。え？で、ドル円が152円台やって言われて、で、今見てるんですけど、前場はですね、989円安、38,165 円で引けてますね。ようわからん。2.53% ですから、まあまあの下げですよ、これ。で、ドル円が152でしょう。これでも2ヶ月半前これやったんですって。もうね、あれですね、円安も急激に進んでたんですけど、僕らの感覚を麻痺してますね。152円で円高や。ふーって感じですけど。今日ちなみに香港ハンセンも250マイナスですね。原油安いやん。76.97。ついでにビットコインまで安いっていうか1000万切ってますね。金も安いですね。2372と。金安い、ドル高い、円安い。あ、おてへん。おてへんは。ドルウォンでございまして、これなんか変な、あーちゃうわ、これ、あーよかった。ドルウォンですね、今朝空いた途端に小忙しく 1386.85 と。ウォンはウォン安ですね。つまり円と合わせていないという感じです。はい。でですね、なんで、株安くて円高いのという話をですね、日経新聞はですね、9時53分。早。9時53分ということはですね、9時半には原稿がほぼできてるんです。25日の東京外国為替市場で対ドルの円相場は1ドル152円台に上昇した。これ前の日のロンドンがもう上がってたから原稿書いてたんでしょうね。およそ2ヶ月半ぶりの円高ドル安水準になる。7月30から31日の日銀の金融政策決定会合を前に、国内の政治家から日銀に追加利上げを求める発言が相次ぎ、日米金利差の縮小が意識されている。これ河野太郎とかね、茂木さんとかって、そのどっちかというと場外外野の政治家からですね、日銀利上げせよというふうに言うてるんですね。という感じですけどね。財務大臣が言うんやったらですね、まあ話はわかるんですけどですね、ふんっていう感じですね。で、25日、25日は9時30分過ぎから1ドル152円台に向けて、円高圧力が一段と強まった。各金融機関が毎朝9時55分時点の銀行間市場を参考に決定したレートである中値に向けて、輸出企業を中心とした需給要因のドル売り円買いの動きも強まった。自民党の茂木敏充幹事長は22日、日銀について金融政策を正常化する方針をもっと明確に打ち出す必要があると述べた。前週には河野太郎デジタル相も円安を牽制し、利上げを求めるような発言をしており、日銀が追加利上げに踏み切る可能性を意識した円の買い戻しが広がったと。
これがですね、河野太郎ちゃんとかですね、茂木幹事長がどういう思惑でこの発言をなさっているのかようわからん。でこれに対して鈴木財務省とかですね、あれですね、林官房長官はどっちかというと打ち消すような発言をしていましたね。月末には米連邦公開市場委員会、FOMC も控えると。米国ではインフレ鈍化や労働市場の軟化を示す経済指標の発表が相次ぎ、米連邦準備理事会 FRB 高官からも早期利下げに前向きな発言が出ている。日米の金利差が縮小するとの観測から円買いドル売りの動きが広がったと。まあ以下続きます。どう解釈すべきでしょうかね。ようわかりません。日銀ね、植田総裁ですね、根性なしなんですね。で利上げをするんであればですね、事前にいっぱいリークをするはずなんですよ。ところがあんまりそのリークが聞こえてこない、聞こえてこないんでですね、おかしいなと。もう1週間です。来週の水曜日ですか。もう1週間です。そう、あの根性なしのですね、植田総裁がですね、もう 0.25 と違って 0.1 かもしれませんね、ふたしたら。ほぼ意味ないんですけどね、0.1 で。ほぼ意味ないんですけどもですね、0.1 の利上げをするのかもしれません。でですね、市場の関為者ですね、外為のディーラーにの耳に入るようにですね、利上げをリークしているのかもしれません。はい。なんて言いますか、金融の正常化というふうにおっしゃってるようにですね、日本は異常な状態がもう11年ぐらい続いてるんですよ。11年ですよ。多分世界の金融市場でここまで金融緩和を続けた例ってないんちゃうかなと思うんですけどね。ほぼゼロやな、金利が。でそのせいでですね、不動産市場が歪んでます。異様に歪んでます。変な歪み方なんですよ。これ中国ほどではないにしろね、これを是正するのには長い長い時間がかかりそうな気がしますよ。でそのですね、この歪みを正す根性がですね、植田さんにはなさそうなんですね。だからできるだけですね、決定は伸ばそうとしてきたわけです。もう彼が就任して1年半ぐらいになろうとしてますけども、先延ばしですね。なんかわけのわからん。理屈をつけるのは上手ですからね。学者さんなんでですね、いろんな理屈をつけては先延ばししてきたわけです。で、だいぶ追い込まれてるんですけど、もう去年の末にね、かなり追い込まれてるな、このおっさんと思ったんですけど、ですね。追い込まれてるにもかかわらず、先延ばしをしてきたわけでして。でもね、利上げをするんであればね、必ずリークするはずなんですよ。あの人にサプライズはないと思うんですね。なんで、ですね、リークをするはずなんですけども、ですね、どうもリークは出てきていない。日経新聞にね、利上げないんちゃうかっていう観測記事が出たのがですね、3日ぐらい前やったかな。でいや、ないでと私はその時判断しました。リークをするのは日経系なんですよ。で、日経系にリークはなさそうなんでですね、もしかしたら利上げをするんかなと。で、相場動いてるでしょ。で相場がですね、日経平均下がるというのは、これは景気の先行きをですね、危惧しているということなんですね。で、ドル円がですね、円が上がるということはですね、日本の金利が上がるかもしれない。日米金利差が縮まるかもしれないというですね、期待感が現れていると思うんですね。いやー、まあ、利上げはね、歓迎ですよ、私としては。利上げすべきやと思います。こんな異様なことをね、いつまでも続けたらあかんって、そんな利上げをすべきやと思いますしですね、円はもっと高くなるべきやと思います。まあだからどうでしょうね、今アメリカが 5.5 なんですね、金利が。
5.5 ですから、日本もですね、2% ぐらい、2.5 ぐらいまで行くべきなんですけど、今0ですからね。0もしくは 0.1 ですから、まあ0みたいなもんですよ。だから、それやろうと思えばね、日本のペースで行けば多分2年はかかるんですよ、から。2.5 まで行こうと思えばですね、1年に 1.25 でしょ。1年に 1.25 と思ったらできないな。毎回 0.25 をずっとやってって、やっと1.25 ですからね。2年で 2.5 まで行くってのは多分無理です。し、根性なしの根性なしの上田さんがですね、そんな荒技をですね使うとは思えないですね。だからか多分ね上田さんね、今回 0.25 を上げてこないんちゃうかなと。 0.15 とか、なんかそんなそういうせこい利上げをするんちゃうかなという気がします。まあそれでもね、まともなですね、金利に一歩どころじゃ 0.1 歩ぐらい近づくという感じですかね。はい。多分相場にリークをしてるんだと私は思います。一応このですね、日経新聞、円一時1ドル152円台にというタイトルの記事を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。